手が上がらない。手が回せない。後ろに手が回せないの。四十肩や五十肩。それも、ミツバチの針を使う香辛療法は大変効果があります。まあ、もちろん肩関節にミツバチの針を打つのですけれども、あと、大事な打つ、箇所があるんです、このビデオではお伝えはしませんけれども、なぜかというと、よろしくない自傷方針療法士もいますので、ミツバチのお尻から針だけを抜いて、で肩関節で、その場で腕が上がりますし、可動範囲が急激に広がります。